親愛なる友人たちよ、私たちはあなたをとても愛しています。今、あなた方の惑星地球では大激動が起きています。今、あなた方の求めに応じて天から大きな愛が注がれているのです。そしてその愛のエネルギーにはあなたが夢を実現するための大きな可能性そのものが含まれています。問いかけるべきは、あなたが人生を想像しているのか、それとも人生があなたを想像することを許しているのか、ということです。真実は、あなたは常に人生の中の経験を自分で想像しているということです。あなたは自分自身の波動の結果として、人や状況を引き寄せています。あなたの波動は、あなたの意識の結果であり、あなたが意識したものに対する反応でもあります。そのため、多くの人は、自分の波動を周りの環境に左右されるようにしてしまっているのです。しかし、外の世界があなたの関心を引くものを提供するからといって、あなたが提供されたものを選択しなければならないというわけではありません。例えば、あなた方の世界ではパンデミックにまつわる恐怖をたくさん提供してきました。その時、恐怖に目を向けるか、それとも冷静に行動することに目を向けるか、健康で幸せであることに目を向けるか、あるいはそういった考えを組み合わせるかを選択することができました。ですが、どれが正しいとか、間違っているとかということではなく、それはただ、それぞれが自分にとって必要な経験を得ることができたというだけのことです。この世界は、あなた方に、突然勃発した戦争に焦点を当てることを提案しました。しかし、多くの人は愛と祈りに焦点を当て、世界大戦を回避することができました。この世界はあなた方に想像を絶する人種差別をもたらしました。あなたはその恐怖に焦点を当てることもできますし、あるいは包容力、多様性への愛、そしてすべての存在の美しさに対する感謝の念に焦点を当てることもできます。あなたは自分の心の中から始め、そこから外に向かって愛を広げることができます。外の世界では、銃乱射事件や暴力のニュースが飛び交っています。あなたは、恐怖や憎しみ、不安に焦点を当て、そのニュースを振動させることができますし、あるいは、祈り、愛、信仰、神の愛の安心感の中で、休息を取ることを意図することに焦点を当てることもできます。親愛なる皆さん、あなたは、自分の意識によって自分の世界を想像しています。あなたが外の世界に想像されることを許す限り、外の世界はあなたの意識に影響を与えます。外の世界に影響され、絶望や無力感、苛立ちや恐れを抱かないようにしましょう。あなたは自分の人生が最悪の方向へ向かっていると信じてはいけません。世の中の流れに流されて、自分はもうダメだ、幸せは手の届かないところにある、豊かさは政府が決めるものだなどと、そう思い込まないようにしましょう。その代わりに、あなたが見たいと思う現実に焦点を当て、神から与えられた力を主張することです。今、あなたの周りの良いことに焦点を当ててください。あなたが見たいと思う現実に向けて、意識を集中させましょう。そして、いつでも、どこでも、感謝することに意識を向けましょう。私たちは何度もこのことを言っていますが、あなた方は
自分のエネルギー波動が及ぼす影響について、意識して育った人はおらず、何度も繰り返しお伝えする必要があるのです。なぜなら、高い波動の中では、解決策がもたらされ、ガイダンスが得られ、助けとなる人々が現れ、あなたのニーズが満たされ、あなたの願望が実現することになるからです。あなたは、周りの調和した人たちと、調和したエネルギーの流れの中で生きていくのです。何か、悩みがあるときは、波動を高めて、解決策を待つのです。誰かに腹を立てているときは、相手から一時的に離れて、自分の波動を上げ、神にその状況を癒してもらうことに集中しましょう。辛い話をしなければならないときは、波動を上げましょう。あなたに喜びを与えてくれるものに意識を向けましょう。お互いに愛のある結果に焦点を当てましょう。自分自身と相手の良いところに目を向けましょう。どうしたらいいかわからないとき、目的がないように感じるとき、そのようなときは、あなたの波動を高めてください。遊んだり、探検したり、休息を取る許可を自分に与えてください。そして、常に平和と光を発する位置に座っていれば、あなたは、その道で目的にたどり着くということを知っています。そして、常にその位置にいることが必要なのです。あなたがお金について心配しているとき、あなたの波動を上げてください。安価なものや無料で楽しめるものを探しましょう。散歩をしたり、美しいビデオを見たり、友人と笑ったり、これらはお金とは関係ないけれども、あなたの人生に再びお金が流れ込むのを助けてくれる豊かな波動です。高い波動のレンズ越しに見る世界は壮大で魔法のような場所のように見えることでしょう。神や天使のようにあなたは人類が成長し、進化し、より多くを受け入れ、人を判断せず、よりオープンになり、常に永遠により大きな愛の体験へと向かっている存在として見ることができるようになるのです。あなたに神の祝福がありますように。私たちはあなたをとても愛しています。ジ・エンジェルズ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。